このメニュー。チキチキチャンネル。登録者2万人突破しました。皆様、応援していただき、ありがとうございます。さて、2万人企画なので、今回の動画は、チェンソーマンのパワーちゃんについて語ります。おい待てい。タイトル詐欺じゃないの。知り合う女みんな殺しに来る女運の悪いデンジ君を、あの殺し合い文化の第一人者であるナスキノコ先生が放っておくわけないよな。パワーちゃん周りの展開は、そういう感じじゃないけどね。チェンソーマンは癖は強いけど、展開も速くて案外まっすぐな展開だからこその衝撃展開も多いので、おすすめの漫画ですねー。じゃあ気を取り直して、フェイトシリーズにおけるフォーリナー、アビゲイル、ウィリアムズについて解説していきたいと思います。アビゲイルは 1.5 章の一つ、セイレム、で、FGO としても初登場になるフォーリナーのサーバント、相性はアビー、だよ。まず、アビゲイル・ウィリアムズがフォーリナーである理由について。FGO におけるアビゲイルは、半英雄、という性質はあるものの、単独でサーバントできるような適性は、どうにもないみたいだ。ここは、アビーちゃんが水着になっても、フォーリナークラスのまま据え置きなのも明らかね。なぜフェイトのアビーちゃんが、外なる神、の巫女として常識外れの力を震えるのか。その理由は魔人中ラウムにある、時間神殿で新ソロモン、ドクターロマニの死と共に、ゲイティアと結合していた魔人中たちが、解き放たれるようになったわけだが、その中で時間神殿での決戦から、戦略的撤退を決めた魔人中が、合計5柱いた、バール、フェニクス、アンドラス、ゼパル、ラウムの5柱だ。アビーと関わりがあるのはラウムである。逃亡魔人中はそれぞれの自我、目的に基づいて行動していたが、ラウムとゼパさんはゲイティアの人類愛の行動原理、人類の救済、という目的で動いていた。今にして思えば、ラウムもゲイティアも、ウルトラビースト7の脅威を予見してたのかもね。しかし魔人中と地球さんの人理で派、どうにもならないと判断したラウムは、時計塔の伝承家、ブリシさんの秘術を用いて、外なる神を降臨させることにかける、フェイト解釈だと、ラブクラフトのクプルフ神話は、本当に外宇宙の神とのつながりを言い当てた、という扱いになってるんだよね。アビーちゃんもセイレムでもサマーキャンプでも、まともにサーバントで倒せる相手としては描かれてないし、クトゥルフの強大さはリスペクトされてるわね。しかしゼパさん、フォーリナーに頼ろうとするラウムに激怒。1万4000年前に失敗した試み、として、ゼパさんはラウムを追放するよ。その後、ゼパさんは、セラフィックスで悪さしながら、エクストラキアラを起こして終了。キアラさんとアビーちゃんの間で、妙な因縁が発生してるのは、ゼパさんとラウムおじさんの内ゲバもあるのかもしれない。でも、キアラさん絶対、ゼパさん忘れてるわよね。ともかくラウムは、ゼパさんとたもとを分かちつつも、外なる神を降臨させ、フォーリナーを呼ぼうとする。セイレムの前段階として、座に登録されることを拒否して、への求道を続けようとしたがか、葛飾北斎と、その娘の葛飾葵をフォーリナーとして連れてって、その後に2016年のセイレムに結界を構築。5万人の現地市民の魔力を使って、セイレム魔女裁判の再現を試みようとする。ちなみに、この時の5万人は、命に別状もなく、丁重に返されてるのよね。地球博士科もあるし、セイレムに避難してもらっててもおかしくなさそうだけどね。ともかくラウムは、人間の生み出す迷信が色濃い時期セイレム魔女裁判の時期を再現しようとして、そこでラウムが出会ったのは、セイレム魔女裁判の最初の告発者で、鍵を開けることになった少女アビゲイル、ウィリアムズである。ラウムはこの少し前に時空紳士を乗っ取っており、ランドルフ、カーターを語って、両親を失っていたアビーの叔父として、計画を進めることにする。すべての人間は罪を抱き、救済を求めている。そのために終わりなき苦痛を永遠に与えることで、すべてのモノヘ痛みの煉獄の中で食材の機会を与える、という方向になる。つまり、どういうこと？アビーちゃんと繋がった、外なる神、の力で、全世界、
全時空にセイレム魔女裁判の煉獄を拡大することで、人類を救済しようとしたんだね。で、その計画の中でラウムはアビーに肩入れし始める。逃亡魔人中は、みんななんだかんだで人間臭かったしね。ちなみにアビーちゃんが降臨させた外なる神は、クプルフ神話の解釈だとヨグソトウスではないかと言われてる。ヨグソトウスは、ダニッチの会と呼ばれる作品で、ウィルバー、ウェイトリーとその兄という人間の女性に孕ませた子供が出てるんだが、そのウィルバーの母親の名前が、ライニア、ウェイトリーと呼ぶ。つまり、アビーちゃんがラビニアちゃんを妊娠させる。アビーちゃんには生えている。やめなさい。ちなみに FGO だと、アビーが友達が欲しい、として、セイレムの煉獄空間に連れてきてもらったのがライニア。ただライニアとしては、セイレムに連れてこられたことで、家族が犠牲になったり記憶いじられたりとなかなか複雑なものはあるんだが、それでもアビーに対する情みたいなものは、間違いなくあったというのがライニアの書かれ方だね。で、その肝心のアビーちゃんだけど、アビゲイル・ウィリアムズは、どういう子なの？サーヴァントの法則では、人類史にとって負の側面も持つ反英霊、として判定されてるみたい。実際、アビゲイル・ウィリアムズとセイレム魔女裁判を取り上げた映画クルーシブルなどでは、悪女のような書かれ方してるわね。スマイリングホテルの元ネタは、映画シャイニングとされてるけど、クルーシブルも混ざってる気がするんだよな。ただ、FGO のアビーちゃんは、ヨグソトウスが前面に出てるコズミックメスガキモードはともかく、セイレンタル信仰を持って、アメリカ大陸に渡ってきたピューリタンの信徒として、神を敬う無垢な少女とされている。当時のピューリタンたちは、製品を信条としていて、パンケーキなんてまず食べられないような生活をしていた。もともと、権威におもねる教会の弾圧を逃れて、アメリカ大陸で信仰を広めていこうとしていたんだけど、追いつかれ追い詰められた。そうした抗議、プロテストの矛先が、先住民や異教徒ではなくて、身近な隣人に向けられる。大敗と抑圧の世にこそ英雄が立ち上がったように、自分たちの不幸や苦しみの原因として魔女、反英雄を求めるようになる。まるでこの世すべての悪のように。魔女裁判の門には、鍵穴となる狂乱狂乱たる状況。そして人々の欲望を映し取り、鍵となった少女は魔女になる。当時のセイレムの環境で、打ち毛場が起こり得る状況だと見越した上で、アビゲイル・ウィリアムズを、加害者だけど被害者でもある少女としたのね。そういう点ではフェイトらしいキャラだと思うんだよね、アビー。いい子、ではないけど、優しい子、というのが、ウプ主の彼女の表である。フェイトのややこしい人を選ぶ、テーマではあるんだけど、グダさんも、まあ異文体絡みで加担させられてるからね。実際アビーは、コズミックメスガキ入ってる時に、ゲイティアを倒してしまったこと、を罪として糾弾してたりするからね。さて、アビーには単体宝具版に、幕愛があって、こちらでも色々語られている。セイレムで時空紳士と共に旅立ったアビーと、カルデアで召喚されてるアビーは、別個体として書かれている。カルデアアビーもセイレムには、トラウマを抱いてて、住民たちや同年代の少女たちから、追放され糾弾される悪夢を見ていた。しかしセイレムで犠牲になったライニアやサンソン。そして時空紳士によって、アビーは見守られていた。時空紳士の祈りとしては、アビーが人類にとっての脅威だけでなく、良き友人であることを祈ってるというそういう話だった。危険性はあるけれども、一つの鍵であるということね。なんだかんだで、アビーがグダさんに懐いてるのは、一つの可能性でもありそうね。最後にラウムについて、人類の救済という人類愛だけでなく、アビー個人に肩入れし始めた彼は、最後にこういう断末魔を残している。グダさんにアビーを預けるかのようなものも感じるわね。ラウムとアビーの関係は、レクトマシュのそれに近しいものかもね。閉じ込められた少女の救いを、求めたただの魔術師、人間だったと。ゼパさんは？断言していいと思ってるけど、キアラさんはゼパさんのこと忘れてるよ。この目に